ねえ、クッキー、私に何か言うことあるよね。いきなりなんだよ、その質問は。言うつもりないなら私から聞くけど、それでもいいの？共有貯金から30万も下ろしてること、私気づいてるんだけど。嘘だろ、もうバレたのか？ええ、先週引き下ろした時点でバレバレよ。先週から？一応言い訳するための猶予として1週間はあげたつもり。なのにあなたは一言も私を打ち明けようとしなかったわよね。すまんよ、いい。ついお小遣いが足りなくてやってしまった。でも勘違いはしないでくれ。借金とかじゃなくて、ちょっと大きい買い物をしただけなんだ。30万のどこがちょっとで済む話なのよ。一体何を買ったの？今すぐ白状しなさい。じゃないと今日はもう家の鍵を閉めちゃうからね。ちょっと待ってくれよ。やっと仕事も終わって帰るところだぞ。なのにそんな夫を外に閉め出すのか？寒空の下に出されたくなかったら正直に言って。妻に黙って30万の買い物なんて。一体何使ったの？妹へのプレゼントだよ。は？妹ってまさか小春ちゃんの？そうだよ、小春へのプレゼントを買ったんだよ。ようやく第一志望の会社から内定をもらったみたいでさ、それで兄として何かお祝いのプレゼントを送りたかったんだ。内定おめでたいことだけど、でも30万ものプレゼントって一体何を買ったのよ？グッキーのバッグだよ。月に使える感じの大きめのやつをあげたんだ。嘘でしょ、そんなハイブランドのバッグをあげたの？それ小春ちゃんからリクエストがあったわけじゃないわよね。ああ、兄として俺が喜びそうなものをあげたんだ。大企業に入社するらしいし、それに恥じないバッグは必要だろ。同期にも先輩にも舐められないバッグを兄として用意しちゃったんだ。逆に目をつけられるわよ。え、そうなのか？大胆、妹に30万のプレゼントをすること自体おかしいから。せめて自分のお小遣いを使うならともかく、夫婦の貯金に手を出すなんて。そんな冷たいこと言うなよ。小春は俺たち二人の妹だろ。お前は義理の姉だし、俺たち二人からのプレゼントってことで。それならせめて事前に相談するべきよ。なのにそれもなくて、勝手に30万も下ろされて、こんなのありえない。 だからそれはごめんって。私たち夫婦からのプレゼントって言うなら今すぐ返してもらってきて、そして返品して30万を取り返してきて、内定祝いは後日別の形でやりましょう。はぁ、一度あげたものを返せって、なんだお前は。そんなダサいことできるかよ。じゃあそのバッグは後期は個人で送ったことにして、夫婦二人のプレゼントじゃないから全て自費負担。今すぐ個人口座から夫婦の共有貯金に30万を振り込んで。ふざけんな、俺に貯金がないから共有口座から買ったんだぞ。なのに返せってできるかよ。嘘でしょ、あなた個人口座に貯金してないの？私共有とは別に貯金してって言ってるよね。うるさい、今俺の貯金額は関係ないだろ。おい、今日はお前のせいで気分悪い。今日はこのまま実家に帰ってやるからな。またそうやって都合悪くなると逃げるんだから。うるせえ、お前がごちゃごちゃと文句を言うのが悪いんだろ。夫のしたことに嫁ごときは口を出すな。よいさ、またうちのバカ息子はごめんなさいね。バクのこと今聞いたわ。まさかこんな自分勝手なことをする子だったなんて。こちらこそ夫婦喧嘩のたびに巻き込んですみません。また好き勝手愚痴っていましたよね。実家に来て早々あたぎ散らしてきたわ。嫁は一人娘だから何も分かってないって。兄弟間じゃ30万くらい普通だって。いや絶対普通じゃないですから。当たり前じゃない、私だって5人兄弟だけど贈り物なんてしたことないわ。兄弟間なんて0円よ0円。いくら仲が良くても数万が限度ですよね。そうよ、30万なんて明らかに度を超えすぎ。後で私から30万を返すわね。いえ、それじゃ意味ないですから。私は使った本人に返してもらいたいんです。そうね、じゃあ私から強く言っておくわ。絶対に30万をゆいさんに返すように言ってね。どうぞよろしくお願いします。もう本当にいつもいつもごめんなさいね。あの子ったら重度のシスコンで迷惑ばっかりかけて、年の離れた妹は可愛くて仕方がないのよ。確か10歳離れてるんでしたっけ。だからお兄さんぶりたいのか、家も張るし最悪よ。さっき小春に会ってちょっと落ち着いたかと思ったら
今なんて今度は卒業祝いに旅行に連れて行かないとって言っていたね。小春ちゃんの卒業旅行ですか？旅行券を買ってあげるかと思ったら何で行くんですって。もう呆れて言葉出てこなかったわ。嘘でしょ、私とはもう数年も旅行に行っていないのに。そんな旅行をする前に金を返せって言っておくわ。それとお嫁さんを大事にしろってこともね。全く聞き耳を持たないかもしれないですけど、どうぞよろしくお願いします。コウキ、今すぐに帰ってきて私のことを助けてちょうだい。どうした？助けてって何があったんだよ。実は私出勤途中で事故に遭ったの。それで緊急搬送されて今は病院よ。事故で緊急搬送？なんだよそれ、大丈夫なのか？こうして LINE できるぐらいにはね。でも右足を骨折してるみたいなの。骨折だって？それにだんだんと体のあちこちも痛くなってきたね。悪いけどうちが病院に来てくれる？手続きとかお医者さんの話を聞いてほしいの。そんなこと急に言われたって困るよ。ゆえ、今日から俺が小春と卒業旅行なの知ってるだろ。これから東京駅で待ち合わせなんだ。だから急いで連絡してるのよ。旅行はキャンセルして、そして今すぐ病院に来て。キャンセル？せっかくの小春との沖縄旅行なのに。妻が事故で緊急搬送されたのよ。旅行よりも一大事でしょ。そんなこと言われても無理だって。はぁ、あ、宿も結構いいところ取ったし、当日はキャンセル料 100% だぞ。小春だって楽しみにしてるのにキャンセルできるかよ。じゃあキャンセル費は私が出すし、小春ちゃんにも私から説明する。だからお願い、そろそろ痛みも限界なの。たまには私も優先してよ。病院に行くって私に言ってよ。何言ってるんだお前は。俺はお前の旦那である前に小春の兄だぞ。だからどんな時も優先するのは可愛い妹だ。旅行にはこのまま出発するからな。お前は一人で病院で寝てろ。嘘でしょ、こんな状況の妻を置いていくの。どうせ俺がいてもお前の気を全回復するわけじゃないしな。小春も駅に着いたって言ってるし、もう俺は行く。お土産ぐらいは買ってくるから、しばらくは一人で頑張ってくれ。最後にもう一度質問するわ。あなたは事故に遭った妻よりも妹との旅行を優先するっていうのね。ああ、今日は俺の大事な妹の卒業旅行だからな。俺は嫁よりも妹との時間の方が大事なんだ。それじゃ病院でおとなしくしておけよ。あんたとは親子の縁を切るわ。え、まさかこんな時も妻をないがしろにするなんて。もういい、バカ息子の顔なんて見たくもない。ゆいさんの前にも二度と現れないね。あんたなんかどこにでも行ってしまいなさい。ちょっと待って、バカ息子ってまさか母さんか？なんで母さんがゆいのスマホに出てくるんだよ。たった今ゆうさんの元に駆けつけたからよ。そしてまだ包帯に血が滲んでるのにスマホを持って泣いていて、あんたとのやりとりは全て見させてもらったわ。コウキがゆいさんを見捨てる発言をするところもね。見捨てると預けてんなんだよ。俺はただ急なキャンセルはできないって言っただけだ。旅行から帰ってきたらちゃんと病院に向かうつもりだよ。旅行の後じゃなくて今向かうのよ、このバカ息子が。姑の私が一番に病院に着くなんてどうなってるのよ。普通は息子のあんたが一番に病院にいるべきなのよ。でも俺は小春との約束があるし、そりゃ妻はそれなりに大事だけどさ。でも家族や妹も大事だろ。こういうのは約束の順番を守らなきゃ。約束の順番ですって？小春とはもう1ヶ月の前から約束していたんだ。だから今回の場合は小春が優先。今日いきなり事故に遭う由が悪いんだよ。それがあんたの答えなのね。分かったわ。じゃあやっぱり親子の縁は切りましょうか。え、そしてもう二度と実家にも帰ってくるの？あんたには生涯実家出入り禁止を言い渡す。帰ってこようもんならバケツごと水をかけるからね。ちょっと待ってよ、なんで俺が責められる感じになってんだよ。俺はただ妹との約束を大事にしてるだけだろ。バカ言ってんじゃないわよ。こんな緊急事態は誰がどう見ても妻が優先。こんな状況であえて優先される小春の気持ちも考えなさい。この状況で旅行に行ってもあの子だって喜ばないわよ。いや、そんなわけないね。小春は兄ちゃんとの旅行を心待ちにしているんだ。笑顔でお兄ちゃんありがとう、大好きって言ってくれるんだ。
どこまで重症のシスコックのかしらね。そう思うならもう好きにしてちょうだい。でも一度選んだ選択肢はもう元には戻せないからね。旅行キャンセルしたんだ。空港にも宿にも全部キャンセル連絡をした。それで今から病院に向かうから持っていてくれ。え、怪我は大丈夫か？まだどこか傷が痛むか？でも大丈夫だからな。今から俺が行くからな。急にどうしたのよ。あんなに楽しみにしていた小春ちゃんとの旅行はキャンセルなんてしてもいいの？俺もちょっと冷静になったんだよ。たまには嫁を大事にするのも必要かなって思ってさ。お前も怪我したばかりで心細いよな。今愛する旦那が行くからもう少しだけ待っていろよ。あんたなんてもういらないから。めぐみさんに頼んであんたは面会謝絶にしてもらっているの。だからこっちに来ないでくれるかしら。面会謝絶？俺お前の旦那なのに。あんたが来たら逆に怒りで血圧が上がるの。安静にしろって言われてるから本当に来ないで。そんな冷たいこと言うなよユイ。このままお前に会えないんじゃ俺は小春とも絶縁しなきゃいけないんだ。だから頼む、面会謝絶だけは解いてくれよ。え、マジで今タクシー飛ばして向かってるんだ。病院着いたらずっと付き添うし看病もする。何があってもお前優先するって約束するよ。だから頼む、俺を見捨てないでくれ。ちょっと待って、いきなり何なの？小春ちゃんとも絶縁ってどういうこと？実はその小春と駅で合流したんだけどさ、小春が今日はもう旅行行く気分じゃないって言い出して、先に母さんがお前の事故を小春に伝えていたみたいなんだ。それで妻よりも私を優先するとかキモすぎるって。俺キモいなんて初めて小春に言われたんだ。小春ちゃんがそんなこと言ったの？いつもお兄ちゃんお兄ちゃんって懐いていたのに。そうなんだよ、その手式のラブリーな小春が俺のことをキモいって言ったんだよ。今まで見たことないような冷めた目でさ。キモすぎて無理、もう会いたくないから絶縁させてくれって。そんなことまで言われたの？せっかく小春のために高級宿も取ったのに、お前のためを思って嫁よりも優先したんだって伝えてさ。そんなのお願いしてないし迷惑でしかない。小春がこないだあげたブランドバッグを持ってきてたんだけど、これも返したように持ってきただけだから。ってあのハイブランドバッグ返されちゃったの？俺があげたバッグのせいで変な噂が流れてるんだって。夜のバイトしてるとか変なおじさんから買ってもらったとか。ああ今の時代ならそうなるよね。30万のハイブランドバッグなんて大学生にどうだもの。お兄ちゃんのせいで変な疑いかけられて迷惑してるって言われたよ。ぶっちゃけ好みでもないし使うタイミングも全然ないって、持ってるだけ無駄だから返したいって。小春ちゃん意外とズバズバ言ってくるのね。いつものお兄ちゃん大好きことは随分と印象が違うんだけど。俺もこんな小春初めてだよ。いつも笑顔でお兄ちゃん大好きって言ってたのに。なのにもう社会人になるから必要に構わないでくれ。妻をないがしろにする人は兄として男として無理だ。こんなお兄ちゃん幻滅でしかない。このまま嫁のことに駆けつけないならもう俺と縁を切るって。小春ちゃん、小春にもいろいろと言われたよ。愛人は嬉しいけどお金をかけすぎなこと、妻よりも優先なんて重すぎて迷惑でしかないってこと。そして小春は彼氏と同棲するから婚姻者に関わらないでくれって。彼氏と同棲？やだ、小春ちゃんたら彼氏がいたの？就職と同時にそいつと同棲するんだって。それで俺の妹愛は度を超えてるからもう婚姻者に近づくなって。小春ちゃんも結構あなたに迷惑していたのね。私ったらずっと誤解していたわ。ゆい、本当にさっきはごめん。俺よく何が一番大切かを気づいたよ。俺が一番優先すべきなのは妻のお前だ。今までないがしろにしてきて本当にごめん。ありがとうコッキー、ようやく理解してくれたのね。でもね、今更謝ってくれてはもう遅いの。離婚届を用意したから私たち別れましょう。え、めぐみさんに頼んで持ってきてもらったの。病院の裏が役所なんだってね。ほんの数分で離婚届を持ってきてくれたわ。ちょっと待って、離婚ってそんな冗談だよな。俺をもっと反省させたくて言ってるんだよな。私は本気よ。証人欄にはもうめぐみさんもサインしてくれているの。母さんが？
まさかこっちに来てくれると思わなかったけど、助かるわ。ナースステーションに預けておくから黙ってサインしてくれる？引き続き面会者説だから私の前に現れないでほしいの。そんな待ってくれよ。離婚なんて俺は嫌だよ。やっと心を入れ替えたんだ。今度から絶対にお前優先するって約束する。だから頼む、離婚なんて言わず考え直してくれ。もう何もかも遅いのよ。あなたは自分の意思で事故直後の妻よりも可愛い妹を選んだの。その時にもう私は愛も情も冷めてしまったの。そんな。病院ロビーでめぐみさんが待ってくれているはずよ。それじゃあ私はもう一眠りするから、あとはめぐみさんに従ってね。起きたら離婚が成立していることを願っているわ。それからばっちり丸一日、熟睡していた私が起きると、ついめぐみさんが離婚届を代理提出してくれており、私とコウキの離婚は無事に成立していました。慰謝料や財産分与などについてもめぐみさんがコウキと話を進めてくれていたようで、家も貯金の大半もすべて私のものに。そして後日、めぐみさんが小春ちゃんを連れてお見舞いに来てくれましたが、小春ちゃんは本当に何も知らなかったようで、今まで何も知らずにお兄ちゃんに甘えていてごめんなさい、ゆいさんが犠牲になってるって知らなかったの、と涙ながらに謝ってくれました。その後の後期はというと、実家に戻ることもできず、大好きな小春ちゃんからは、お兄ちゃんのためにブロックするね、と音信不通に。貯金も家も家族も失い、今は一人でポツンとうずくまりながら暮らしているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。